ケーニヒスベルガークロプセケーニヒスベルガークロプセは、東プロイセンの名物料理で、肉団子をケッパーを加えた、ホワイトソースで強するものである。名称はかつてプロイセンの王都であったケーニヒスベルクに、ちなんでおり、ケーニヒスベルクフークネーデルという意味である。小牛肉に刻んだアンチョビ、玉ねぎ、白パン、卵、香辛料を加えてこねたパテを丸く成形して、肉団子を作り、 玉ねぎや胡椒、オールスパイス、ローレルを入れた塩水で茹でる。こした茹で汁に、ルーやクリーム、卵黄を加えて閉じ、レモン汁とケヘッパーを入れて作ったソースで食べる。伝統的なレシピでは、小牛肉とアンチョビで作るが、牛肉や豚肉、合いびき肉を使うこともある。アンチョビを塩漬けにしんで代用することもあるが、これは、ロストッカークロップセと呼ぶ。 マッシュポテトを添えたり、一部の地域ではテーブルビートの酢漬けを添えたりもする。米飯を添えることも多い。1930年代の料理書では牛肉と豚肉を刻んで作った肉団子を塩と酢を加えた水で茹でるというレシピが基本とされていた。ソースは茹で汁に小麦粉とサワークリーム、卵とバターを加えて作ると書かれていた。 ドイツの世論調査機関フォルザが各地の郷土料理について調査したところによると、ドイツ人の93%がケーニヒスベルガークロープセを知っていると回答した。第二次世界大戦後、ケーニヒスベルクを含む東プロイセン北部はソ連領となったが、ドイツ民主共和国ではソ連領となったケーニヒスベルクの名前に言及するのをはばかってコフホクロプセと呼んだ。その後、 ソ連は、ケーニヒスベルクをカリーニングラードと改名した上、ドイツ系住民を追放して、ロシア系住民を新たに入植させたため、ケーニヒスベルガークロプセのことを冗談めかして、レバンキステンクロプセと呼ぶようになった。エックハード・サップ、ズデン、ベターブク・コチカンスト。 フォンアミューズブーシュビスジシュニー、デュデンバーラグ、ピアニッシモ、91、ISBN978 から3から411703920、ハラルドソウル、ンフェルゲスリシャクーチェオープロイソン、S42、スタンドデアモンシャフトオープロイソンツアー故障ステレオン、ARTIKELBEIFAZ.net、18、122009ピーターピーター、 フルトゥアガシシュタデアドイチェンクーチェ CH ベック20083から406572243ありがとうございます。